まあ、桜やねえー、日高里奈各舞と来たら大、まあ、西沙織でえー、ビンゴみたいなとこあると思うんですけど今週はね大西さんにも。 あの結構会いまして、まあ、もちろんラジオで話す出来事が私の日常のすべてではないので <laughs>、あのラジオに沙織との話が出てこないイコール沙織と会ってないわけではないんですけど、あの話せるようなことが起きないことの方が多いですから、話せないようなことしか <laughs> 起きないんだけど、ギリ話せる話としては、あの沙織から、あのー、皆さん都市体聞いてる方と、あとサッカーさんもわかると思うけど、 なんか沙織ってさ定期的になんかお尻へのなんか向上心みたいのを見せる瞬間があってずっと前にさ。 え、この話はしてんのかななんか、桃のさ、石鹸みたいな。あ、してるなんか、お尻のスクラブみたいな。もう聞いただけで、肌の弱い私はもう震え上がるんだけど、え、ケツをゴシゴシ磨くんみたいな。いや、ゴシゴシじゃないよ、みたいな。ピカピカにするためみたいな感じで。なんか、時々そのお尻周りへの B がね、あの、急にパロメーター上がっちゃうんだけど、今回は、なんか、あの、桃フルという商品をね、あの、沙織からもらえまして、え、何ですか ってしかもそれ飲食店でもらったんだけど <laughs>「<そう笑>お茶しよう」って言って席ついて「ねえねえ」みたいな結構深刻なトーンでさ「あのさこれ買ったんだけど」みたいな「あなんかサイズ合わなかったのかな」みたいになったらか3枚入りでやって出てきたのがなんかお尻を持ち上げる布の3枚セットみたいな「何これ」とか思って。隣の人普通に食事ししてるしさ なんか、これつけたら、めちゃめちゃお尻が上に上がって、なんか、ヒップラインが綺麗になるからって思って、でもこれって、本当なのかなって思って、私気になって買ってみたの、みたいな。で、残り2枚あるから、さくらさんと祈りにあげる、みたいな。いや、私はまあ、かろうじて受け取るけど、ねるさんもらうかな、みたいな。まあ、もらってくれるけど、捨てるかな、みたいな感じで。まあね、実際もらってくれたと思うんですけど、私もいただきまして、で、おりが着用した画像を見せてもらって、まあ、親友だし、長く 一緒にいるけど切ったねと思っちゃって <laughs> つけてあのヒップラインが上がるっていう風にあの言ってるし画像検索とかも見てもすごい綺麗な感じなのなんだけど劣化してないみたいなそのつけることによってでも触りて皮膚が柔らかいからもちもちでねそういうと皆さんあふわふわふわってこうお花っぽくなると思うんですけどだからこう引っ張ったりすると皮膚がすごい伸びるのよだから逆にそれで なんかまあデロンってしちゃったのかなっていうような仕上がりでうちお母さんにもその画像を見せたんだけどもまあちょっと絶句してたっていうこともありまして。 恐る恐る私も着用してみましたので、あの、その着用画像を大西さんに送ってるんで、また都市とかで、私、自分のお尻の話、自分のラジオでしたくないから、サムリみたいに、都市に送っていただいて、大西から、あの、皆さん祈りのお尻はどうだったかというふうに、あの、聞いていただければ、あの、語ってくれると思いますから。<laughs> 向こうはだってお便りとかあんま読まない番組だって聞いてるからね、都市はフリートークだけで終わっちゃうってよく聞いてますから、ぜひ、あの、お尻トークはそちらに送っていただければと思います。 思います。